背史上初 MVP 発表直前直後の阪神ファンの反応。糸原健人出番やで。中野拓夢。いっとわら、いっとわら。緊張してきた。東だけは勘弁。村上が話しかけられてるということは。地下かな。近本来い。まさかのノイジーあるで。今頃糸原が準備してそう。糸原でつないで。糸原来いよ、おらんのか。山本と村上来た。村上、取った。うおお、予想外。村上よかったな。うおお、おめでとう。淡路島コンビ最高や。村上 MVP ならなんでベストナインじゃないね。年俸爆上げ不可避。それならベストナインもよこせや。先に球団名言うてくれたから心臓止まらんで済んだわ。ベストナインじゃない MVP って前例あるんか。糸原健人ずっこけ。コミュニティにて期待の選手や使ってほしい選手、試合の感想や他球団の話などファンの方々と盛り上がれたらと思っています。阪神ファンだけでなく他球団ファンの方もぜひチャンネル登録お願いします。あ、もちろんコメントと高評価も。